まもなくスタートです。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの3回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか？特にはないんですけども、やはりあのピッチャーの資料を。4番バッター岡本、昨日のゲームではホームランを含む4安打を記録しています。ピットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャーは須田、そしてキャッチャーは古岡。打ちました。センターに抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ベイスターズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁二塁。さあ、そしてバッターボックスには阿部が入っています。彼はこういった場面では警戒すべきバッターですね。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。引っ張った。ファーストの右抜けました。三塁を回っていく。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。ジャイアンツが先制しました。見事なタイムリーヒット。2対0になりました。序盤から先手を取られています。小宮山さん、先制点を奪われてしまいましたがいかがでしょう？そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。立ち上がりを攻められて先制。西さん、各球場特徴があるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか？当然それはね、あるんですよね。ボールの見え方も違いますからね。自分でも得意とする球場は分かってますよね。やはりそうですよね。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の内海。どう抑え込んでいくのか注目です。松田が打席に入ります。昨日はチームに貢献する活躍を見せました。先頭バッターとしての仕事を打った。大きな打球だった。レフト、まさかの入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。1点差に詰め寄る一発となりました。1点返しました。 DeNA ベイスターズ2対1。見事な一発が飛び出しました。うつみダメな。岡本、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方は考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒して打ちました。大きな打球になった。これはどうか。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー三塁二塁。さあ、そして打席には阿部が入ります。ここはチャンスに強いバッターに回ってしまいましたね。さあ、一打勝ち越しという場面、こういった序盤のピンチをしっかり抑えて引き締めていかないといけませんね。なるほど、そうですね。スタンドに入ります。ここはバッター少々のボール球を当てに行きますよ。なるほど、強い当たり。サードが抑えた。一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。勝ち越しのチャンス。キャッチャーとしてはまず何が頭にあるでしょうか？そうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。打った、高く上がった。さあどうだ。真ん中を破りました。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。今の投球、小宮山さんいかがですか？ちょっと気に入ったようなボールですよね。さあ、そしてバッターボックスには阿部が入っています。ここは気の抜けないバッターが続きますね。さあ、勝ち越しは防ぎたい場面です。こういった局面での攻防が後の展開に響いてきますから、ピシャッといきたいですね。なるほど、そうですよね。しっかり捉えた。グラブ弾いた。
ボールを拾って一塁へ、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁とかあります。小宮山さん、現在最低限ランナーを進めてきましたね、さあこの場面で打席には6番のアンダーソンが入っています。まずは見送ります。ワンボール、2球目は何で来るか、高めへのストライク、バッターこれは振ってしまいました。ワンボールツーストライク飛び込んでいます。このピンチ見事三振を奪いました。打順は1番に帰ります。バッター松田、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナー、変化球空振り、バッターボックスには4番岡本、今日はここまで猛打賞を記録しています。ツーアウトランナーありません。打ちました、破りました、センター前、これで4打席連続のヒット、ツーアウトランナー1塁。今の投球、小宮さんいかがですか。まあそうですね、甘く入りましたからね。バッターボックスは5番阿部、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。走ってきた、キャッチャー送球して2塁タッチアウト、盗塁失敗、これで3アウト、ランナーの進塁を許しません。で10番で勝ち越しのランナーを1塁に置いています。バッターボックスにライトを持っていった、大きいぞ、入るの勝ち越し、入りました、あやられた、さすがの番の一振り、今シーズン第4号の勝ち越しツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン、まあ、やはりこういう場面で打てるのが主軸なんですよね。そうですね、値千金の一発を放ちました。この回2点リードに変わります。今のバッティングご覧いただきましょう。しっかり振り抜けてましたし、距離も完璧でしたね。ここで勝ち越しに成功。DeNA ベイスターズが僅差で勝利を収めました。監督だけは持ってたんだけど、なんとか逃げ切りました。西さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあやっぱりチャンスをね、取りこぼさないでよく打ち返したと思いますね。本当にそうですよね。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。